ウラディミール・ニコライ・ビチクリコフから1960年6月14日は、モスクワに生まれ、モスクワ州、スタライ・アルザで没した、ソビエト連邦時代のロシアの作曲家。モスクワ音楽院で、ニコライ・ミャスコフスキーの下で作曲を学び、1925年に卒業した。1930年から1931年にかけて、 また後には1950年から1951年にかけて全連邦ラジオで編集者として働き、その間の1933年から1935年にかけてはマヤコフスキー劇場の音楽担当を務めた。1949年から1950年にかけてはモスクワ国立アカデミー交響楽団の役職に就いていた。 1957年から1959年にかけては、グネーシン音楽大学で部門長を務めた。映画音楽などで知られる、作曲家のニコライ・ニコライ・ビチクリコフは弟である。代表作は、オペラ、駅長とドミトリー・ドンスコイである。多数の記事や評論の著者でもあった。ありがとうございます。